プリングルはアメリカ海軍の駆逐艦、フレッチャー級駆逐艦の一隻。艦名はジョエル・ R ・ P ・プリングル海軍中将にちなむ。プリングルは1941年7月31日にサウスカロライナ州チャールストンのチャールストン海軍交渉で寄港した。1942年5月2日にジョン・ D ・ H ・イケーン夫人によって命名、浸水し、 1942年9月15日に艦長ハロルド・オーラーソン少佐の指揮下収益した。プリングルは水蒸気運用のためにカタパルトが装着された3隻のフレッチャー級駆逐艦のうちの1隻であった。他の2隻はハルフォードとスティーブンスであった。カタパルトと艦載機用クレーンは2番煙突後方に装備され、後部魚雷発射艦マウント及び3番5インチ砲。 マウント後方、通常の艦は、連装 40mm 対空砲が装備されていた位置に取り付けられていた。連装 40mm 対空砲マウントは、通常の艦が 20mm 砲マウントを装備する、爆雷機場前の線形艦備に移動していた。水蒸気は、駆逐艦消艦隊の探索に使用され、カタパルトにより、発艦・艦の横に着水し、クレーンで回収された。 カタパルトでの水蒸気の運用は思う様にうまくいかず、これらの艦は後にカタパルトを撤去し標準的な構成となった。成長後プリングルは1943年1月1日に大西洋中部で ON-154 戦乱に加わり、ハリファックスまでの護衛を行う。この任務中にプリングルはアメリカ海軍駆逐艦として初めてカタパルトで航空機の運用を行った。 水蒸気は適正水管探索のためカタパルトから発艦した。工天及び艦の規模が小さかったため、水蒸気の回収は困難を極めた。2月6日、プリングルは太平洋戦線に移動する。5月30日にガダルカナル島沖に到着し、ソロモン諸島での紹介任務に就く。7月17日から18日にかけての夜、ウォーラー及び総フリーと共に、 コロンバンガラ島沖で3隻の日本軍駆逐艦を攻撃する。プリングルは巨雷数発を命中させ、敵機1機を撃墜した。ソロモン諸島の戦いは8月まで続き、プリングルはベララベラ島攻撃部隊の援護を行い、戦車揚陸艦の護衛を務めた。24日にはコロンバンガラ島沖での機雷敷設作業を援護した。 9月3日から4日にかけての晩、プリングルはダイソンと共にチョイスル島及びコロンバンガラ島で日本軍の橋気を攻撃し3隻を沈めた。11月11日には10日後の上陸に先立ってブーゲンビル島のエンプレスオーマスタワンで第31.7任務軍を護衛し、プリングルは日本軍機1機を撃墜、もう1機に損傷を与えた。 1944年1月後半にシドニーへ帰還したのを除いて、プリングルは数ヶ月間をソロモン諸島での活動で費やした。3月初めにはブーゲンウィル島の南西海岸を日中に攻撃し、敵の施設および陸揚げされた橋系を破壊した。マリアナ諸島の戦いでは長期の艦砲射撃、護衛任務および対潜水艦船任務を担当した。サイパンよび キニアンへの攻撃では火力支援を担当し、その後サンフランシスコに帰還、修理と乗組員の休養が行われた。メアアイランド海軍造船所でのオーバーホールの後、プリングルは10月19日に真珠湾に向けて出港した。11月10日に真珠湾を出港し、来る戦いに加わるためフィリピンに向かう。 11月27日から28日にかけて、レーテ島のオルモック湾で、艦砲射撃を行い、同日敵機を撃墜した。11月28日には、総フリー、ボーラー、連勝と共同して、以後第46潜水艦を撃沈した。プリングルは12月27日から30日にかけて、ミンドロ島への再補給部隊を護衛しているときに、最も激しい空爆を受ける。 戦団のうちの乱石化が撃沈され、プリングルは敵機2機を撃墜した。30日には特攻機が後部看板室に突入し、11名が死亡、20名が負傷、40mm 対空砲マウントが破壊され5インチ砲2門が損傷した。2月に任務に復帰すると、プリングルは17日の伊動島への攻撃に向かう輸送船を護衛し、上陸する。 海兵隊支援のための艦砲射撃を行った。3月4日に、ウルシい干渉に帰還し、沖縄振興のための準備に入る。沖縄戦で、プリングルは、第90駆逐艦隊と共に輸送船団の護衛へ、総海底の援護、支援艦砲射撃に従事した。4月15日にレーダーピケット任務を割り当てられた。十六日には二機の特攻機を砲撃で破壊したものの、三機目が、 環境に突入、上部構造物を破壊し一番煙突後方に食い込んだ。5 0 0ラム爆弾一発もしくは2 5 0ラム爆弾二発が上甲板構造物に入り込み大爆発した。流骨が破壊され、船体は弾薬庫前方で二つに避けた。6分後、258名の生存者はプリングルの沈没を目撃した。プリングルは 第二次世界大戦の先行で10個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。